男は死に場所を探していた。本気なら止めまい。彼について話すならば、海賊として7度の敗北を喫し、海軍または敵船に捕まること18回、拷問に次ぐ拷問を受け、罪人として生きてきた。彼は今自殺をしたのだ。世に珍しき空島からの飛び降り自殺を。そして現在に至る。もう一度言うが、一人で海軍及び四皇に挑み、捕まること18回、40回の死刑宣告。時に首を吊られるも鎖はちぎれ、時にギロチンにかけられるもその歯は砕け、串刺しにするも槍は折れ、結果沈めた巨大監獄船の数は9隻、つまり誰も彼を殺せなかった。それは彼自身もしかり。今度は何だ。何だこの怪物を。くそ、頭いてえ、死ねねえもんだな。また生きちまった。うまくやったよ、白ひげのじじいは。死に場所を求める男の名は百獣のカイドウ。刺しでやるならカイドウだろう、口々に人は言う。陸、海、空、生きとし生ける全ての者たちの中で最強の生物と呼ばれる海賊。しかねえのか。腐ってる。急げジョーカー、最後の戦闘準備を整えろ。こんな退屈な世界壊れてもいい。世界最高の戦争を始めようぜ。